トラノモンヒルズ、東京都港区の超高層建築物、構築物の一覧は、東京都港区の超高層建築物、構築物の一覧である。東京都港区は、日本国内で最も超高層ビルの棟数の多い、自治体となっている。高さ150メートル以上の高さの超高層ビルの棟数に限っても、東京都港区が49棟と最も多い。 大阪府内の150メートル以上の超高層ビルは43棟、愛知県内の150メートル以上の超高層ビルは13棟となっており、東京都内でも港区に集中している。港区で最も高い構築物は、東京タワーで1958年から記録は更新されていない。超高層ビル建築物として最も高いものは、 248.1メートルのミッドタウンタワーで2007年から記録は更新されていない。2003年から2007年までは六本木ヒルズ森タワーが2002年から2003年までは泉ガーデンタワーが2001年から2002年まではアタゴグリーンヒルズ森タワーが1990年から2001年までは NEC スーパータワーが港区内で最も高いビールであった。 2022年に完成する高さ323メートルの虎ノ門麻布台地区再開発営外区が竣工すると港区内で最も高いビルが入れ替わる予定。建設中及び計画中の超高層ビルを挙げる。ありがとうございます。